20% の人しか知らない一般常識クイズがこちら。皆さん、 20% の人しか知らない一般常識クイズがこれなんですね。 20% の人しか知らないのに常識ってどういうことなんでしょうね。まあとりあえず行きましょう。こんにゃくにある黒いつぶつぶの正体は何？さて、こんにゃくにある黒いつぶつぶありますよね。これの正体は何でしょうかね。まず1、ごま。あるわけねえだろこんな。2、海藻。3、土。あるわけあるかもしんないですね。さて、このこんにゃくについてる黒いつぶつぶは何でしょうか。私はやっぱ土だと思いますね。では答えを見ていきましょう。答えはですね、なんと海藻なんですね。現在はですね、昔と違ってこんにゃくが白くなったんですけれども、昔のように黒っぽい見た目の方がみんなに好まれるので、あえてその黒い部分を入れて昔と変わらないようにしてるんですね。昔はもっとこんにゃくが黒かったらしいです。なので黒いつぶつぶが入っています。ビーストロガノフのストロガノフって何？ガノンドロフって言っちゃったよビーフストロガノフという食べ物がありますよね。これです。ではクイズです。これのビーフの後のストロガノフって何でしょうか。1、ロシア語で煮込み料理を意味する言葉。2、ロシア語で玉ねぎを意味する言葉。3、人の名前。これは全部当てはまりそうな気もしますが、なんせガノンドロフなのでね、すごい横スマッシュをしてしまいます。さて答えを見ていきましょう。答えはですね、人の名前なんですね。やっぱガノンドロフで合ってました。ストロガノフ伯爵の家に伝わる料理なのでビーフストロガノフなんですね。しかもこのビーフのビーフは牛の方ではないんですね。ビーフはロシア語で何々風という意味なんですね。なのでビーフ、日本語で言うとストロガノフ流ということですね。じゃあどういう料理なんだよってなりますね。こんなわかるわけないじゃないですか。肉かと勘違いしてしまいます。シュークリームのシューの意味は？皆さんが食べてるシュークリームのそのシューの意味は何でしょうか。クリームはまだ中に入ってるからわかるんですけれども、そのシューは何でしょう。1、包む。絶対これやんけ。2、靴。3、キャベツ。はい、もうこれはね、全員1ですね。包むです。では答えを見ていきましょう。答えは3番のキャベツ。なんでキャベツなの。生地の見た目がキャベツに似ているからシューと呼ばれている。ふざけんなよ。まあ、確かに似てるっちゃ似てるけど、ちょっと無理やりすぎませんか。ということでシュークリームのシューはキャベツのシューらしいです。残念。ノンカロリーは何カロリー？だってそのノンカロリーというものは 1g あたり何キロカロリーを言うのでしょうか。1、0カロリー。だってノンカロリーだから0カロリーじゃないの。2、5キロカロリー未満。3、20キロカロリー未満。これでノンカロリーが0カロリーじゃないかったらちょっと詐欺ですね。それは詐欺罪に当たります。では正解を見ていきましょう。正解は2番の5キロカロリー未満なんですね。5キロカロリー未満であればノンカロリーやカロリーゼロと名乗っていいことになってるようです。なので皆さん、ノンカロリーって書いてあるからといってゼロなわけではないんですね。なので気をつけて見てみてください。チキンナゲットのナゲットって何？皆さんよく聞きますね、チキンナゲット。だけどそのナゲットってどういう意味ですかね。私はつい最近まで投げるから来てると思ってたんですね。こうナゲットみたいなという感じで思ってたんですけれども、実際は違うようです。では次の3つから選んでください。1、練り物。2、金の塊。3、ハンコ。なんとも言えないような選択肢ですね。これなんかちょっと変な由来もありそうなんですが、多分練り物のような気がしますね。
では正解を見ていきましょう。正解は2番の金の塊なんですね。揚げられたチキンがですね、金の塊のように見えたためチキンナゲットと名付けられました。見た目が金の塊のような感じなのでナゲットって呼ばれるんですね。ナゲットの意味が金の塊です。創業者のうっかりミスで金板を踏んづけてしまったため誕生したお菓子は次のうちどれ。あれですね、型を作るときに踏んでしまってなんでそんなことが起きるんでしょうね。まあ踏んでしまって金の型が変になっちゃったらしいんですね。それを元に作られたお菓子は何でしょう。1カッパエビセン、2柿の種、3カール。柿の種はちょっとあえてああいう形にしてる感じがするのでちょっとないと思うんですが、カッパエビセンありそうですね。あの曲がった感じ、靴の裏のような形をしています。では答えを見ていきましょう。正解は2番の柿の種。どうしてそうなったの。柿の種はですね、踏んづけて変形した形が柿の種に似てたのでそう名付けられたのか。別にカッパエビセンなんかもうどう考えても足の裏じゃん。まあなんでカッパエビセンじゃなくて柿の種だったんでしょうね。相撲の土俵の下に埋められてる食べ物はどれ。相撲の土俵になんか埋められてたのそんなの知りませんでした。さつまいもでも掘り起こしましょうか。1じゃがいも、2スルメ、3ヒラメ。なんとこの中のどれかが相撲の土俵の下に埋められてるっぽいんですね。本当なのでしょうか。まあ多分本当だと思うんですけれども、答えどれでしょうか。魚が2つ来てるんでヒラメかスルメのどっちかでしょうね。正解を見ていきましょう。正解は2番のスルメですね。他にもですね、昆布やお米などが神様への供え物として埋められているようです。まあ適当にお相撲さんの汗で昆布つけちゃおうとかっていうわけではなく、ちゃんと神様へのお供え物として埋められてるんですね。両国国技館の地下で生産されている食べ物とは、なんと国技館の下で生産されてるらしいんですね。じゃあそれはどれでしょうか。1焼き鳥、2団子、3おはぎ。どういうことこれ。生産されてるため、なんかみんなに配るためかな。焼き鳥っぽそうだね。答えを見ていきましょう。答えは1番の焼き鳥ですね。国技館の下には巨大な焼き鳥工場があるらしいです。もう工場があるんだね、提供するとかいう話じゃなくて。もうそんな感じの。次のうち肉の焼き加減を表す言葉はどれ。例えばレア、ミディアム、ウェルダンなどと肉の焼き加減を表す言葉がありますね。じゃあ他にもあるんですけれども、この3つのうちどれでしょうか。1レッド、2ブルー、3イエロー。なんか戦隊ものが始まりそうな感じもしますが、さてこの焼き加減を表す言葉はどれでしょう。私はねブルーだと思いますね。では答えを見ていきましょう。答えはブルーですね。肉の表面を数秒だけ焼く焼き加減のことをブルーと呼びます。ほぼ火が通ってない状態ですね。まあ焼き加減で言うとブルー、レア、ミディアム、ウェルダンの順になるんですね。まあ、レアより低い焼いてない状態がブルーです。その下もあるんですけども、それはローといってほぼ生ですね。ロシア語でイクラはどの魚の卵を意味する。これちょっと知ってる人いるんじゃないでしょうかね。ロシア語でイクラはどの魚の卵でしょうか。1鮭、2ニシン、3魚の卵全部。これもすごい怪しいですね。まあ多分鮭だと思うんですけども、答えを見ていきましょう。正解は3番の魚の卵全部なんですね。あ、ロシア語でイクラとは魚の卵全体を意味する。なのでイクラもカズノコもタラコも全部ロシア語でイクラということになります。まあ、ロシア語なのでロシアではイクラのことを
卵と意味するんですね。騙された人多いのではないでしょうか。おい！